チェサピーク湾の海戦、チェサピーク湾の海戦、チェサピーク湾の海戦、またはバージニア岬の海戦、あるいは単に岬の海戦は、アメリカ独立戦争中の1781年9月5日、チェサピーク湾港の近くで、海軍少将,将、トーマスグレーブス卿率いるグレートブリテン王国、イギリスと同じく海軍少将,将グラス博、フランソワドグラス率いるフランス王国の間で、 戦われた海である。この海戦は戦術的には引き分けたが戦略的にはイギリス海軍の停滞敗北に終わった。イギリス海軍としては1588年にスペイン無敵艦隊を破ってから第二次世界大戦までのほぼ400年で最も重大な敗北だった。フランス艦隊の勝利によってバージニアのヨークタウンに駐屯していた。 チャールズ・コーンウォリス将軍の部隊に増援を送るというイギリス海軍の任務が果たせなくなった。またジョージ・ワシントン軍がニューヨークからチェサピーク湾を通って軍隊や物資を運ぶのを妨害することもできなかった。その結果はヨークタウンの包囲戦によるコーンウォリス軍の降伏、取った独立戦争で二度目のイギリス軍の大きな降伏。その後、イギリスは アメリカ合衆国の独立を認めることになった。歴史家のラッセル・ウィーグリーはこの結果を次のように表現した。アメリカ独立戦争の南部戦線では戦略的に決着のつかない状態が続き、イギリス軍のコーンウォリス将軍はニューヨークにいるヘンリー・クリントン将軍の部隊と会場を通じた連携を取るため、またイギリス海軍の優位を生かして戦線を有利にするために、 1781年の夏、北の要塞化された上陸点であるヨークタウンの海岸に向かった。ニューヨークは、ジョージ・ワシントンの大陸軍とロシャンボー白尺のフランス軍から攻撃される恐れがあった。ヨークタウンにイギリス軍がいるということで、チェサピーク湾を支配することが海軍の重要な目標となった。コーンボリスは、カリブ海のハリケーンシーズンを回避して北方へ進む。 イギリス海軍にシンド諸島艦隊が来てくれることを期待しいた。同時に、ワシントンもチェサピーク湾の戦略的重要性を認識して、カリブ海にいたフランス艦隊に至急来園するよう依頼していた。イギリス艦隊を率いる海軍少将サミュエル・フット卿は、フランス艦隊がチェサピーク湾に向かっているのか、あるいはニューヨークの方位に向けてアメリカ軍と フランス軍の支援に回るのかを核でいなかった。イギリス艦隊は8月25日にチェサピーク湾の入り口に到着した。しかし、そこにフランス艦隊がいないことを確認したフットは14隻の戦列艦からなる艦隊全部でニューヨークのトーマス・グレーブス提督の艦隊との合流に向かった。しかし、ニューヨークについてみるとグレーブスは ジョン・ローレンス大佐からの要請に応じて、フランスからボストンへの輸送船団を妨害するために、数週間費やし、しかもその船団を見つけられないでいたので、戦闘に使える戦列艦をわずか5隻しか持っていないことが分かった。一方で、フランス艦隊を率いるドグラスは大変ゆるりと慎重に航行していたので、フットはフランス艦隊を見つけられないでいた。ドグラスは、 ロードアイランド植民地のニューポートにいた領友のバラスさん、ローレン博に数週間も前に正確な到着予定日を連絡していた。バラスはこの情報をニューヨーク包囲戦の準備をしていたワシントンとロシャンボー博に伝え、この二人は8月14日にその知らせを受け取った時にドグラスの提供しつつある絶好の機会を認識した。ワシントンは南部への急行軍の準備をするとともに、 バラスには、ヨークタウン包囲に必要と考えるフランス軍の大砲など軍需物資をニューポートから、チェサピーク湾までその小さな船体で運ぶ依頼した。ドグラスは28隻の戦列艦で、ほぼ予定通りの8月29日にチェサピーク湾に到着し、さらにサンシモン施指揮下のフランス正規軍三個連隊も連れてきていた。サンシモンは即座に上陸して、 ラファイエット試着指揮下の大陸軍がコーンボリス軍の内陸への撤退を阻止する任務を支援した。バラスは8月26日にニューポートを出港した。グレーブスとフットの連合部隊はこの動きを察知し、さらにこの時オークタウンがワシントン軍の作戦目標になったことに気づいて出港し、見失っていたフランス領艦隊を探索した。イギリス艦隊は フランスのバラスが海上では十分注意を払って、バミューダに向かっていたのに気づかず、南のチェサピーク湾に向かった。イギリス海軍は、この時、グレーブスの指揮下に入った19隻の戦列艦で、9月5日の朝チェサピーク湾に戻り、ヘンリー・岬の陰に25隻のフランス艦が停泊しているのを発見した。ドグラス艦隊の他の3隻は、湾の奥にある、 ヨーク川とジェームズ川の封鎖に派遣されていた。しかも停泊している船は、フランス陸軍の上陸のために忙しく、士官も船員もボートもない状態だった。風向きも潮も塩梅ばいがよく、停泊している、フランス艦の戦闘準備ができていないことを発見した。イギリス軍はすぐに湾に突入して、総攻撃をかければ、敵を撃破できたかもしれない。しかし、ありえないことに、 ブレーブスの頭にそのような考えが浮かばなかった。当時の伝統的な回線戦,戦術は双方の艦隊が戦列を作って大砲の射程内に近づき、戦列艦がそれぞれ時間の前の敵艦に大砲を打ちかけるというものだった。イギリス艦隊が時間をかけて戦列を作っている間にフランス艦24隻は怒りを切り湾の外に出て自軍の戦列を作り上げてしまった。 午後1時までに両軍はほぼ互いに向き合う形になったが反対向きに航行していた。グレーブスは戦闘に入るために全艦に180度の方向転換を命令したので通常は後衛にある艦が前衛に立った。時間は午後の4時過ぎとなり両軍が互いを認識してから6時間が経っていた。イギリス軍は風上の有利な位置で戦果を開く準備ができた。 この時点で、両軍はほぼ東に動いて湾から離れた。双方の先頭を行く船が射程内に入っていく角度で互いに接近していたが、それに続く船はまだ前の船との距離を縮める操船を行っていた。この時風向きが変わり、後ろの方の船が接近することが難しくなった。このために、両軍の先頭の船同士が、 戦闘開始の時から激しく絶え間ない砲火を交えることになった。後方の船は全く戦闘に加わることができなかった。しかも、イギリス軍の指揮官、グレーブスが発した、明らかに矛盾する信号で、イギリス艦隊に混乱が起こった。夕闇の六時半頃、戦闘は終わった。グレーブスは風上に進路を取るように全艦に信号を送り、両軍の戦列が離れた。 この時までに戦闘にいて、敵の矛先を受け続けていたイギリス艦が大破して、どうやってもうまく戦い続けられない状態になっていた。イギリスの戦列の戦闘にいた戸隻が、イギリス艦隊の受けた、損傷の半分以上をこむっていた。多くのイギリス艦が浸水を起こしており、戦闘に入る前から修理を必要としていた。フランス艦隊も、艦の偽装やマストをひどく破壊されていた。 戦闘は9月5日の日没と共に終わったが、その後数日間、両軍は互いを視認できる距離を置いて、睨み合いを続けた。両軍とも艦船の修理をしながら再戦できる機会を気がっていた。その間にも、両軍ともに戦略的目標であった、チェッサピーク湾から遠ざかっていた。ついに9月9日から10日にかけての夜に、ドグラスが手詰まりを続けることの無益さを認め、 フランス艦隊を引き返させた。翌日彼らがヘンリー・岬に到着すると、留守中にバラス白がニューポートから七隻の戦列艦と共に、回り道をして慎重に時間をかけた。航海の後に到着しており、前戦力は三十六隻の戦列艦になった。チェサ・ピークワンはフランス軍の絶対的な支配下に入り、バラスが持ってきた大砲は比較的短く終わった。 ヨークタウンの包囲戦で重要な役目を果たすことになった。実際の海戦は決着がついたとは言い難いが、それに続く陸上での戦闘から、チェサピー・ク湾の海戦は、フランスとアメリカ連合軍の大きな戦略的勝利となった。決着がつかなかったことの原因は、フランス海軍との決戦に持ち込めなかったイギリス艦、艦長たちの責任とされることが多い。コーンボリスには、 救援が届かず、フランス軍はドグラスが運んできた部隊で増強され、北からのワシントン軍と合流できた。この後にヨークタウンの包囲戦とコーンウォリス軍の降伏と続き、アメリカ大陸におけるイギリス軍の最終的な敗北となった。バージニア州バージニアビーチのストーリートリデにあるヘンリー・ミサキ記念公園には、アメリカが衆国国立公園局の 国立植民地歴史公園の管理する記念碑がある。ここでは、アメリカ合衆国の独立を助けた、ドグラスとその船員を検証している。官名の後の数字は、搭載大砲の数、指揮官。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。